この時間パラスポ三角山、山形翼と戸田裕也と伊吹祐介がお送りしています。よろしくお願いします。3回目の登場です。日本財団パラリンピックサポートセンターの伊吹祐介さんに今日はゲストで登場いただいております。さあ伊吹さん、はい、前回から伊吹さんの人生を追ってきてるわけなんですけども、前回までのあらすじ、サクッと、幼少期、根っからの虎吉一家に育った伊吹さんは野球を親しみで、少年時代を過ごして野球少年で、中学校はその後部活はせずに、で高校に進学したタイミングで出会ったのが車椅子バスケットね、だいぶ今駆け足で行ってしまいましたけども、そうですね、まあちょっとその階段がね、そうなんですよね、なかった中学生時代、そうちょっとバリアを感じたり、でもそれがあって高校を選んで、でそこに行った時にまた新たな出会いがあったというね、衝撃を受けた、そうのが車椅子バスケットボール。そうなんですよ、本当にパラスポーツの魅力、ですね、だから初めて伊吹さんにとってもパラスポーツとの出会いというのがこの車椅子バスケットボール、はい、はい、そうでした。で車椅子バスケットボール選手になった高校1年生の伊吹さん、そうですね、1年目はもう本当にリングにシュートが届かない状況がもう1年近く続いたんですよ、はい、うん、やっぱりジャンプできない地上1メートルぐらいですかね、からリングの高さがですね、一般のバスケットボールと同じなんです。あ、そうなんだ。そうなんです、はあ、でフリースローラインもスリーポイントラインもバスケットボールのコートの大きさもです、わー、すごい、全部一緒なんですね、はい、でそこに先輩のチームメイトはもう片手で軽々とシュート決めるんですけど、はい、私は両手でもちょっとゴールに届かないっていう。でもね、初めてそこで自分がチャレンジできることっていうのを見つけた気がするんですよ。やっぱりそれまでは一般のスポーツになんとか自分を頑張って合わせようと思ってもできないなっていう、このラインがやっぱり色濃くなっていくんですよ、はい、年を重ねるごとに。だけどこのパラスポーツって、その自分がラインを引かないと、どこまででもやっぱり頑張ってチャレンジできる。なるほど、うん、そこがね、やっぱりすごく難しかったけど、やっぱ嬉しいと思ったし、うん、うん、それに対して上を目指せる喜び、そうなんです。でそこが成果が出た時に自分も嬉しいし周りも喜んでくれるっていうところが、うん、なんかこうチームとしてすごく自分が一位になれた感じもすごいあって、うん、もう本当に車椅子バスケットボールに打ち込んでいる日々の生活でした。はい。どのぐらい打ち込まれたんですか？いや、もうなんか、まあ、自分で言うのもあれですけど、学校終わって部活動ってみんなやる時間あるじゃないですか。はい、はい。で毎日その福祉センターに通ってたんですよ。はい。で、それで、その一人でコート借りてトレーニングをしてずっと走ってたりとか、もう毎日要は自主練です。あ、自主練を毎日、うんうん。だから、まあまあそう、皆さんにとっては普通の当たり前のことなのかもしれないけど、はい、僕にとっては初めての部活動を一人で始めましたっていう感じで、で、それを、まあチームの練習が週2回だったので、はい、火曜日の夜と土曜日の昼間っていうのがあって、そこは全体で練習するんですけど、それまでは、個人で毎日練習して、で、夜家帰ってっていうの。ってか、毎日行って自主練して、うん、で、その週2回の合同の、うん、練習もしてですもんね、練習、社会人のチームに入るって感じですよね。そうです、そうです、うんうん。で、どんどん大会とかも出ていくことになる、うん、いや、もうね、もう、まあ、とてもじゃないですけど、僕のレベルで出場できるような感じじゃ、それこそゴールも届かないぐらいだったので、うん、一緒に行くんですけど、ベンチウォーマーってやつ。あ、うん、なるほど、うん。で、当時はね、そんなにマネージャーさんとかいる形じゃないのでね、はい、僕がポカリ作ったりとかね、いろいろ、そういう、させてもらってます。サポートを。回ったりしていったんだ。そうなんですよね。薄いとか濃いとかね。いろいろ言われながら。いや、でも部活っぽいですね。
そうですね。いや、それがなんかね、嬉しかったところも、うん。はい。なるほど。そう、そんな生活を一年して2年目に、今度アメリカ行くんですけど、僕。は、アメリカに行く。そうなんです。はい。なんかね、アメリカで車椅子バスケットボールをしてみたくなって。ほうほうほう。っていうのは前ほど表向きの理由なんですけど、はい、あ、表向きというか、はい、いい格好した言い方なんですけど、はい、あ、なんかこう、生活を日本以外で一回してみたいなと思って、車椅子ユーザーとしてね。で、それが自分の趣味であるこの車椅子バスケットボールができるんだったらもっといいなと思って。はい、で、それちょっとチャレンジしてみようと思って、学校のなんかそういう選抜試験受けたら受かっちゃって。それ高校2年生の時ですか？そうなんです、そうなんです。何学校の選抜試験って？なんかね、そういう、そう、募集があって。留学制度みたいな。そう、留学制度、交換留学制度。すごい。なるほど。え、それはなんかアメリカが、その、うん、パラスポーツだったり、うん、車椅子バスケの先進国、うんみたいな情報っていうのはあったっていうこと？一応プロフィールには入れたけど、はい、向こうも交換留学その先の受け入れの団体も車椅子の人初めてだって言われて、いや、だから俺そこをその交換留学のまずそこのステージに乗るのもちょっと敷居高いのかなと思ったんだけど、うん、そんなことなかった。そうそうそう。なかったっていうか。高かったのかもしれないですけど、僕あの当時言ってたのは、俺は車椅子の代表として行くんじゃないって、その40何いたんですけど、当時、はい、その、全国で、その、はい、交換留学として。その一人として行くんだから行けるだろうって言って、わけのわからない根拠の。すごいですね。そこになんかさっきというか、中学校の時感じてた遠慮みたいなのはないんですね。もう。なかったの、そうかもしれない。そうですよね。うん。そうそう。だからあれからだって、時間で言うと、もう数年しか経ってない。そうです、そうです。2年で。だからもう、車椅子バスケに出会って、うん、気持ちもどんどんね。今はちょっとね、後悔してるのは、その当時ね、行くこと決まって、福士哲也のニュースリーっていうニュース番組あったんですよ、当時。はい。で、そこが1年間取材させてほしいっていう依頼が来てたんですけど、はい、僕、それこそ同じ理由で、僕は47人の代表として、なんか一人として行くのに、なんで俺だけ取材するのおかしいじゃねえかっていう理由、思いで断っちゃったんですけど。ああ、なるほど。確かに。それ何、そう。だから、それぐらいなんか障害者としてとかっていうところの、見られ方じゃない自分を見つけに行きたかったから、そうか。その気持ちを持っての留学だから。そう。見せ方になるのが、なんかこう自分の中で納得いかなかったんでしょうね。なるほど。でも今思えばですけど、そういう道もあるんだよって伝えられるきっかけになったから、なったんじゃないかなって思うと、もったいないなって思いますけどね。それは今まさしくパラサポの伊吹さんだからこそ、そうね。当時の自分に向けて。取材受けとけばよかったなって。そうそう。あの時の自分にって、そういう道もあるんだよって。すごいなんかその数年で。いや、本当ですね。俺はみんなと一緒だ。うん。っていう、なんてその前向きなね、変化って、うん、やっぱりパラスポーツ、あの車椅子バスケに出会ってってことなんですかね。大きかったですね。だって競技歴で言うと本当に始めたのは高校1年生ですもんね。そうですね。で、2年生の時にこの留学に行くわけですから。はい。で、アメリカで。うん、うん。でね、アメリカ行って衝撃を受けたことが、はい。やっぱりその、障害者として見られないっていうか、なんだろう。一人の、その17歳の男の子として、お前はどうしたいんだっていうことを常にやっぱり問われているんですよね、生活の中でも。うん。例えば坂道漕いでたとしても、その手伝ってほしいのか欲しくないのかって。手伝ってほしくないんだったら分かったと。うん。手伝ってほしいんだったらちゃんと言えっていうところですよね。なんか、そこの、なんかこう、コミュニケーションの取り方って言ったところはすごく新鮮だったのが一つ。で、学校生活の中で、
アメリカの国自体が、その、当時ですよ。車椅子バスケットボールが上手かったら、大学の奨学金をもらえていけるっていうようなことがあったんです。つまりはスポーツ推薦があった。それを大学のその友達とか、まあ、先生もすごくいろいろ教えてくれて、で、当時、その日本で車椅子バスケットボールが上手いからって大学入れるかって言ったら、そんな話聞いたこともないし、そんなの帰ってきてから調べてもらったらなかったんですよね。はい。それが向こうではスポーツ推薦。いや、それもだってお前の特技じゃん、魅力じゃん、つって。それで大学行って、その大学で磨けばいいじゃんっていうような環境があったんです。はあ。で、ここがやっぱり僕の中で衝撃的でしたね。やるのもすごく大事だけど、そうやってやれる環境があるっていうか、続けられる道があるっていうことに対しての、すごい大きな魅力を感じた。また自分でその道を選ぶ。そう。自分で決めなさいっていう。そうなんです。ところですね。選べる、そうです。選択肢がやっぱりあるっていう。それ、障害あるない、関係なくっていう。いう考え方というか、まあ、環境ですね、そこにアメリカに行って。そう。で、そこに挑戦したってこと？してない。あ、知らなかったの？あ、してない。そうなんだ。そうで。で、それはね、なんでしないかってね、戻ってきて日本が、はい、日本の生活が楽しすぎて。はい、あれなんか。日本帰ってきて楽しくなっちゃった。ここなんですよ、僕の。あ、そうなんだ。そう。はあ、日本に帰ってきて、すごいそれでいいなと思って。やっぱり楽しいなと。このままアメリカの大学行ったら、もうそれこそあれだったんですけど、はい、かっこいいストーリーだと思うんですけど、はい、ここね、日本に入って帰ってきて、もう地元の友達と遊ぶのが楽しい。でもそれはそれで、なんかいいことですよね。そうですね、うん。日本帰ってきて、日本いいな、楽しいな。まあ、でも、もう一つね、実は、まあ、真面目な話すると、はいはい、僕も日本で大学で車椅子バスケットボールできる環境を作りたいと思うようになったんですよ。だってアメリカでできてんだから、日本でもできないんじゃ、できないわけないじゃないですか。はい、でもやり方わかんないし、手段わかんないじゃないですか、そんなの、はい。でも広めていきたいなと思って友達に相談したら、じゃあ俺らで車椅子バスケのチーム作ろうぜって。って友達が言ったんですよ、大学時代。はい。え、それでええんって思いながらも、じゃあやってみようかって、車椅子バスケチーム作りましたと。はい、で、僕ら、その大学の体育館で練習してると、みんななんやなんやって思うわけですよ。勉強者と友達も、みんな車椅子乗ってバスケやってる。でもなんか面白そうや。でそれで わちゃわちゃしてるのを見て、やっぱりその学生たちが、やっぱりこう、サークルとして認められるようになってくるんですよね。大学のサークルで。そう。そしたら、チームメイトが言い始めたのは、やっぱり試合がやりたい。はい。でも、社会人ってやっても、コテンパンにやられるわけですよ。うん、いや、同じ年代の奴らとやりたい。はい、そしたら、俺らが日本一のはずや。はい。で、それでネットで書き込みまくったんですよね、その当時。へぇ、その社会人チームのホームページの掲示板に、大学生でやってる人いませんかって、はい。車椅子バスケットボールを。はい、車椅子バスケットボール。ああ。そしたら、広島でやってます、埼玉でやってます、みたいな。ばあ。いうような書き込みが結構集まってくるわけですね。ありまして、それ見つけて、はい、うん、お返事してくれる人がいて、はい。で、ちょっと一回みんなで集まって合宿しようや、って言って。おー、楽しそう。はい、三段で集まって、もう夜な夜な語りまくったんですよ。へえ、うわ、いいな。そう。で、当時、その車椅子バスケットボールやってる学生が、そんな全国でいたなんて、すごい嬉しいって、はい、もうみんなワクワクして、じゃあちょっと日本一決定戦やろうやっていう話になって、来、翌年に、日本で初めての大学選手権、車椅子バスケ。車椅子バスケの大学、おー。が作れたんですね。できたんです。そこまで行きましたか。うん、そう。じゃあもうなんかそういう学連みたいな組織を作ってった。あ、そう、学連作ったの。わ、すごい。あ、そういう、アメリカでそういうのがあるって知って日本の大学に戻って、で、仲間たち集めて学連作ったんだ。すごい。あ、そう、もうそっちからもう、まあ自分はプレイヤーでありながら、
なんていうんだろう、そういう組織作りだったり、プレイングマネージャーみたいな感じですよね、うんうん、環境作り、うん、サポートしていくっていう方向に、うん、もう自然と行ってたんですね。そう、だそれがね、あの、うん、高校大学さらっと今行ったんですけど、はい、で高校戻ってきて日本に、はい、でそれでやっぱりこういう組織を作ってやりてえって思わせたのが2000年のシドニーパラリンピックなんだけど、ほうほう、僕見に行ったんですよ、21年前のパラリンピック。あ、現地で見られたんですね。現地見に行った。はい、だここがもう決定的に僕がもう選手じゃなくて支えようと思ったきっかけだったんですけど。へえ。やっぱり世界最高峰のプレーを見て、車椅子バスケの試合を見て、あ、もう到底僕がこのコートに立てるイメージが湧かなかった。はい、それがまず一つ。だけど、この競技にもう大観衆で一本シュートを打つことに大観衆が湧いてるっていう、この光景は、やっぱりなんか何かして僕もあのそれに助けだから手助けになることができないかなと思ったんです。はあ、日本でも、うん、自分の好きなスポーツだからこれを一人でも多くの人に知ってもらうことでできることないかなと思って、でまた大学でいつもシドニーから再び行かれたんですね。そうです、そうです、大学の時です、夏休みだったかな。へえ、うんうん、で行って、で戻ってきて、もうよしやろうって決めて、で友達と一緒に相談したら、まあ、じゃあチーム作ろうってなって今のお話。でそこから学連が生まれて。そうなんです、学連も、はい。やりました。へえ。うん。で今もね、実はこの大会続いてるんですよね。あ、その伊吹さんたちが立ち上げた。はい。学連は未だに。そうです。学連あって、今も日本選手権って毎年やってます。いや、素晴らしいですね。もう今はもうね、だから本当にある大会見に行くと泣きそうになるんですよ、ね。いや、本当にこの大会のために1年かけてやってる、その選手、学生のチームが、うじゃうじゃいけ。でもね、勝った負けたで、やっぱりみんな泣いてる姿見るんですよ。で先輩と最後の試合でっていうようなチームを出て出てきて、そういう話を聞くとね、もうこっちまで打っときますね。わあ、なんかもうスポーツのもう醍醐味ですよね、うん、これぞ、うん、もうパイオニアですね、うん、それをだから一つ車椅子バスケットボールのその大学生の集まる、まあ、拠点を作ってたのが伊吹さんですもんね。いや、まあ、まあ本当ね、右も左も分かんなかったけど、やっぱりいろんな人が相談して、やっぱそうやってみんなでやろうぜっていうのはやっぱり面白かったからやと思うんですよね、うん、車椅子バスケットボールが、うん、まあ、ここはね、やっぱり車椅子バスケットボールだけじゃなくパラスポーツの魅力やと思うんですけど、うん、やっぱみんなハマるっていうふうに僕は思ってて、うんうん、はい、うん、それはみんな輝かせる工夫がやっぱりたくさんあるからやと僕は思ってます、パラスポーツ。そこはやっぱり今このパラサポで実際に伝える側、うん、支える側に回ったからこそ、もっともっとそこは伊吹さんも多くの人にこれから発信をしていきたいっていうところですね。だから僕もパラサポっていうのを知って、パラサポってやっぱ開拓者みたいなイメージが日本のパラスポーツの僕は感じがしてて、そこにまた伊吹さんがいるってことは常になんかこう先駆者というかね、うん、パラスポーツの環境を作っていくっていう感じがするんですけど、伊吹さんもそれは意識してる感じ？そんなことない？なんかたまたま？全然僕なんで、うん、うん、僕はなんかそこまでのなんか強い思いを持ってあのいると、なんか逆にね、変に重く伝えちゃうんじゃないかなと思うんです逆、うん、あんまりそこをね出さないっていうね、うん、っていうのもなんか僕らが伝えられる範囲って限られてて、うん、僕らが伝えた人がどれだけその次の人に伝えてくれるかっていうのがすごく大事じゃないですか、うん、だから常に僕らについてこいっていうようなスタンスのイメージはあんまりなくて、なるほど、みんなでそれぞれの、その、伝えていく、広げ、どんどんじわじわ広がっていくっていうような、そんな感じで、いますけどね。伊吹さんが、これから先、このパラスポーツが、こうなっていって、こういうふうに楽しんでもらいたいなっていう、なんかその、理想の形って何かありますか？ああ。なんか、僕がやっぱり、イメージするのは、はい、いつもやっぱ小学校の自分だったり中学校の自分なんですよ、うんうん、そんな自分が今の時代って
生活してたならどんだけ楽しいかなって思うんですよね。ああ。だから当時野球しか方法がなかった、みんなで遊んでた、はい。でもそれは僕はたまたまみんなと一緒に楽しく遊べる方法を見つけられたから、うんうん、こうやってできたけど、別にボッチャだって、車椅子バスケットボールだって、楽しみ方はあったと思うんです。うん、はい。もしそういう環境があればですよ。はい。うん、うん。だそういうなんかこう、社会であってくれると、きっと僕がその生きてきた中で苦労してきたことが、今それがさらっと解消できるのが、だったらもうこんな嬉しいことないなと思ってて。うん。うん。そのためになんかこう、伝えているっていうか、うん、か僕も学校の授業とかさせてもらったりするんですけど、うん、なんか架空の自分がいて、そこの小学校に一人、車椅子の男の子が。そこの周りの人たちに何か伝えたいことを伝えてるっていう感じはあります。ああ。はい。こんな世界もあるんだよ、楽しい世界があるんだよっていうのを。うん。こういうその気づきですよね。気づきですね。うん。そうですよね。工夫すればいいじゃんっていう。いぶきさんの原点は、ね、はい、こう同じ近所に住んでる友達と、野球をするっていうところで、うん、それが楽しいと感じてるところが、はい、そのスポーツの楽しさを感じる原点ですもんね、うん、そうですね、それと一緒ですよね、あるもの、うん、環境で楽しめるものってなんだろうねっていうのを、うんうん、みんなで探していくところからスタートしてますもんね、うん、あ、そうですね、うん、うわー、すごくなんか その作業が楽しいと思ってるんで、うんうん、なるほど、うん、いや、だからこそパラリンピックってね、うん、まあ、これから東京パラリンピックって、うんうんうん、まあ、始まってちょっとね、うんうん、観客とかはちょっとどうなるかわからないけども、はい、まあ、パラサポとしてももうあの社会的にも盛り上がってほしいなって、本当にね、僕も目指してきた大会だし、うん、それがやっぱり国民に伝わると、そのいぶきさんが求めている社会に近づくような気がするんですが、それも、うん、ね、楽しみです、うん。やっぱり、まず、さっきから言ってるけど、あの、自分が小学校の自分にね、はい、投げかけたいですよね。パラリンピック見たら、絶対憧れの選手見つかるよって。あ、自分自身ね。うん、吹雪さんが車椅子バスケの、そう。憧れの先輩を見つけた、そうそうそう。あの感覚がね。ね、うん、うん。きっとなんかのきっかけは見つかるんじゃないっつって。だからそれがお友達と一緒に見えたら最高じゃないですか。いや、そう。絶対楽しいよね。すげえなっつって、うん。そうですよね。お前も頑張ろうぜっていう、なのか、うん、うん。いや、俺もこれで頑張るからさっていうのが、なんかその友達同士で会話がね、うん。うん、分かり合ってる二人がそういう会話ができるような感じになるんだったら、すごい、あの、ミクロな話してますけど、っていう意味でのパラリンピックの期待は個人的には一つあるのと、はい、だそういう、なんか、パラリンピック見た人が、きっとそういう障害のある人と出会った時に、会話のきっかけになったりとか、うん、友達になれるきっかけだったり、飲めるきっかけになったりとか、はい、うん、何でもいいと思うんですけど、っていうところの、もう本当に知らない人が知るっていうことところで、そういうふうに活用してもらうのも一つ、うんうん、あの、嬉しいなと思うのとね、うんうんうん、あの、パラスポーツをちょっと知りかけてる人とか、これからもっと楽しみたいなっていう人に、やっぱりぜひお勧めするのは、その、どの競技も、その、障害のある人たちが、自分のパフォーマンスを発揮できるような工夫がルールにされてるんですよ。はい。パラスポーツって。うん、で、その限られた機能の中で、どう最大限パフォーマンス発揮するかって、選手ってむちゃくちゃあのいろんな工夫をしてこの大会臨んでいて、でその試合の中だけではバックグラウンドはそこまで見えないかもしれないけど、いろいろ今ネットとかね、その人のメッセージからどれだけこの大会にこう思いやって臨んだかっていうのって見つけられるようにあのすごくなってると思うので、ぜひね、そこも含めて、いろいろ知れる機会として、捉えてもらいたいなと思います。うん、いや、楽しみ。なんか俺、パラパワーリフティングしか知らねえなって、逆にまたね、その、知識の浅さ。
戸田さんは実際にパラパーリフターでね、もうそれこそこの東京を目指して突き進んできた身だから、戸田さんも今からいやだから本当、ね、東京をそのじっくり僕も、うん、あの見て、うん、いろいろねその伊吹さんが言ってる、うん、そのいろんな工夫っていうものを見れたらなって思ってます、うんうんうん、そうですね、絶対戸田さんの成長につながると、うん、マジマジマジ思う。人のいいとこ見れる人って、うん、そういうの自分で生かすの上手くないですか。いいところを、うん、いいところ気づける人って、とか、すごいそのね、あの、この人のここがすごいって感じられるのって、はい、うん、感じられる人がすごくその変化できる、そのきっかけをちゃんと作れる人だと思うんですよね。マジ自分が変わる。何？成長できるチャンスみたいな感じ？そんな気がする。ということは、これは戸田さんにとっては、この東京パラは、うん、成長のきっかけになる、うん、じゃないかな。これ僕あくまで個人的なあれですけど、いやめっちゃなんかいい話聞けた、うん、いや、やっぱね人間の可能性ってすげえなって感じるじゃないですか、うん、本当に、ね、ここまでできるんだっていうことを見せつけられるので、うんうん、いや本当ですね、山下さん、はい、楽しみましょう。いや本当なんか見方がまた一、ね、つも二つも増えた、そんな、そうですね、うん、いや本当そんな感覚です今、うん、だからまたいぶきさんもいぶきさんなりの今回この楽しみ方があるわけじゃないですか。そうなんです、そうなんです、ね、うんうん、僕もねきっとそこが見つかるんだろうなと思ってワクワクしてますですよね。でもこれでいいんじゃないですか、その楽しみ方っていうのは、うん、そうそうそう、ね、人によってだから誰か応援したくなる選手が見つかるのもそうだし、うん、はい、うわこの選手こういう努力してるんだっていう、うん、そこを気づくのも楽しみだし、そう、うん、競技そのものが楽しいっていうのももちろんそうだし、うんうん、僕は自分のね成長のためにね、そう、そういう楽しみ方、人のいいところを見つけていったり、このアスリートを学んでいったりってことね、あ、そういう楽しみ方もあるんです、いろいろあるね。いやー、ゆうきさんありがとうございます、いろいろと、うん、ありがとうございます、いろいろとこの3回で本当に気づかせてもらいましたね、はい、うん、いやー楽しかったです、楽しかったいやそう言っていただけて光栄です本当にいやでもあの1回目の初めのお二人の下りの方が僕はいや今度いぶきさんそこにあのぜひ加わってください、はい、いやいや無理です、無理です、そこはそう、なんかあの僕らはこれ普通に自然にやって、はい、逆にこうやってゲストの方から教えてもらうのもたくさんあるんで、ね、そこで振り出しを出されるとなんかもうかえって恥ずかしいですね、なんかね、いい最初のボードを出される楽しかったです、いや本当に、はい、いや熱かった、熱かったね、熱かったですね、この3回熱い、秘めたものがすごい感じた俺は今回、これがまたリスナーさんにも必ず伝わってると思います。そうですね。ね、これを聞いてだからリスナーの皆さんもあのこれからの東京パラを見てみてください。うん、そうですね。ぜひどこを見るかは皆さんそれぞれですからね。うん、そうですね。いや楽しみましょう。はい。ということでね、3回にわたって登場いただきました戸田さんの職場の。大先輩、大先輩、大先輩、はい、大先輩、大先輩です、うん、思ってないですよ、思ってますか、思ってますよ、それはいぶきさんあの本人に確かめてください思ってますよということで3回にわたって東京で待ってます、そうですね、また東京で教えてください、はい、よろしくね、3回にわたって登場いただきました日本財団パラリンピックサポートセンタースタッフのいぶきゆうすけさんでした、はい、では最後、はい、いつもの締めで、いつもの締めで終わりたいと思います、はい、この時間パラスポ三角山、山形翼と戸田裕也と伊吹祐介がお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。